奈子です。高田春菜です。春ちゃん、はい、今回のするしないは、うん、ちょっと麻雀プロの皆さんにアンケートを取ってきて、うん、新しい企画やってみました。麻雀プロのアンケート、うん、何聞くの？面白そうだけど。そうなの、うん、で、どんな数値が出るのか、うん、今回アンケートで聞いたのは恋人と麻雀するしない？っていうの、どっちタイプなのっていうのを聞いてきたの。一緒にしたいか、そう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 、全然別に麻雀に関しては別に。白はちょっとっていうどうかなっていうのを聞いてきたので、そちらの動画をご覧ください。するしない？準備よろしいですか？いきます、まもなくいきますか、はい、準備大丈夫ですね、はい、開けてますか、はい、はい、それでは1回戦始めてください。最高位戦日本プロ麻雀協会の根本かおりです。はい、最高位戦の野添ゆかりです。はい、はい、恋人と麻雀するしない？あー、するしない？どういうこと？お、いきなり変なやつ来たよ。一番最初に聞くからね。いやでも間違えたよ。私は別にするけど、待って、もう大丈夫です、うん、ごめんなさい、どういう意味ですか？しない。人によるよね。付き合った人によるよ。男で変わるタイプだ。変えてこ。ありがとうございました。大沢ふみなです。スリアルの社畜トヨピーです。はい、お答えください。恋人と麻雀するしない？はいはいはい。変なやつ多いな、麻雀プロ。確かに。同じ。その相手による？相手による。結構そういうところ。トゥーピーさんは彼女いたことないけど、はい、よかったら。僕は34年間彼女がいたことがないんで。なんかしないんじゃなくてできないってこと？まあできないイコールしないってことです。あ、ここにあのしたことないっていうか。お願いします。ありがとうございます。自己紹介を。プロ麻雀協会の中山ゆり子です。みちゃん、はい、恋人と麻雀するしない？します。あ、よかった、普通の人久々に来た。最高戦日本プロ麻雀協会の小平です。小平さん、はい、恋人と麻雀するしない？麻雀できる人ならするんじゃないですか？お、じゃあするはずか。教えたりはしない？教えるも、教わりたかったら教える。よかった、普通だった、よかった。最高位戦日本プロ麻雀協会の山田佳穂です。はい、 RMU の小宮遥です。はい、聞きたいことがあります。恋人と麻雀するしない？する。する。できる人っていう前提。どっちでもいいです。したい。したい。したいね。よかった、うん、いい子たちだよ。日本プロ麻雀協会の倉本です。倉さん、恋人と麻雀するしない？どういうこと？する派？しない派？一緒にってこと？一緒に、うん、どっちでもいい派。するでもしないでも、ここだ。でもすることは多いかも。あ、じゃあこっちか。どっちでも本当、しない人でもいいし、する人でもいいし、何でもいい。髪型かわいい。ありがとう。似合ってるね。名古屋から来ました、最高位戦日本プロ麻雀協会東海支部の与野代葵です。麻雀よろしくお願いします。恋人と麻雀するしない？する。あ、する。早い、いい子だよ。ありがとう。え、なんで変な人多かったんだよね今。日本プロ麻雀協会の川本静香です。はい、はい、川本ちゃん、恋人と麻雀するしない？する。する。はい、ありがとうございます。あ、スレルチャンネル代表のボスです。はい、ボス、ま、恋人と麻雀するしない？僕ね、リアルな話すると、うん、麻雀売ってた彼女いない。歴代一回もいない。女流プロと付き合ったことないってことですね。え、あ、今カミングアウトしちゃった。という方はしないです。なるほど。渋谷アベマズ
そして RMU の大井高です。大井さん、恋人と麻雀するしない？するしない？これな、ね、え、向こうが、向こうがしてって言ったらするよ。笑顔が、うん、ってことは、どっちかな。でもすると、喧嘩とかするの嫌なの。いや、だいたい揉めるって言いますよね、うん、でもするでしょ。してもいいかな。ありがとうございます。日本プロ麻雀協会の綱川貴明です。綱川さん、恋人と麻雀するしない、はい、する派しない派？あ、しない、する派しない派ね。いるわけないもんね。あ、スヤピーいない、いなかった、ことない、いたことないですか？彼女いたことないんですか？しないですか？ありがとうございます。いたことあります。日本プロ麻雀協会青春派乙女系男子の相川めぐむです。何で恋人と麻雀するしない？できる前提で。いいよ、できる前提。同卓はしないけど麻雀はする。どっちだ？え、同卓ってことです。麻雀同卓はしたくないです。あ、じゃあこっちだ。あ、麻雀、あ、こっちで。なんでしたくないの？え、同卓嫌じゃないですか？いや、わかんない、嫌じゃない。あ、本当ですか？麻雀の話はしたいしけど、同卓はしたくないです。まあ、大会とかならしょうがないじゃないですか。あ、こんにちは、山本ひかるです。山本さん、はい、恋人と麻雀するしない？する。あ、ありがとうございます。あ、する派です。一緒に打ちたい派？そうですね、でも私の場合麻雀できる人じゃないと絶対ダメなので。そうなんだ。はい、そうなんですよ。絶対じゃん、20丸ぐらいだ。でもしても多分ね、喧嘩になっちゃいそうな気もしますけどね。でもそれも込みでってことですよ、うん、そうですね。ありがとうございます、はい。麻雀連合の岩井茜です。岩井さん、はい、恋人と麻雀するしない？恋人と麻雀打つ派、打たない派？自分より強い人とだったら打ちたいけど、自分より弱い人とだったら打ちたくない。ダメそんなの。じゃあここだ。人による。人によるです。はい、最高位戦日本プロ麻雀協会の塚田美希です。はい、塚田ちゃん。はい、塚田ちゃん、恋人、はい、旦那と麻雀するしない？する。ありがとうございます。バッシー見てる。見てる。するよね。日本プロ麻雀協会渋川南波です。対抗戦日本プロ麻雀協会河野直哉です。さあ、というわけでお二人とも恋人と麻雀するしない？100個ぐらいこっちに入ります。でも100こっちですね。100ぐらいこっちに入ります。2秒で終わります。しないわけがないです。しないわけがない。ありがとうございます。どうも、最高位戦日本プロ麻雀協会の荒井慶文です。なんかすごい。荒井ちゃん、恋人と麻雀するしない？する？する。いや、私恋人じゃない。違う、違う、違う、違う。あ、誤解を招く。ちょっと聞いちゃった。誰も疑わない。どっち派？どうしようかな。僕ね、じゃあしたいでいいですか？あ、いいよ、願望です。したいから、すげーしたい、ここ。すげーしたい、すげーしたい。すげーキモい、ありがとうございます。はい、はい、RMU の翔太美桜です。ミョンヌ、恋人と麻雀するしない？うん？どっち派？したくない。あ、そうなの？何故？なんか、気になるポイント的に嫌いになっちゃうかもしれないでしょ？ありがとうございます。日本プロ麻雀協会の相内芳恵です。相内さん、はい、恋人と麻雀するしない？恋人としないです。あ、なんで？こっち派？こっち派ですね。なんで？いや、なんかうざいじゃん。だいたい、だいたい男子プロうざいじゃん。以上です。ありがとうございます。日本プロ麻雀協会の水井凛です。水井さん、はい、恋人と麻雀するしない？します。旦那とします。おありがとう、よかった、いい子いた、ありがとうございます。はい、日本プロ麻雀協会の水井凛です。水井ちゃん、はい、恋人と麻雀するしない？恋人と？どっち派？恋人と恋人と同卓しない。しない、なんで？勝ったらやだ。なんか可愛いよ。マージャンアブノーマル、鈴宮真由です。鈴宮さん、恋人とマージャンするしない？え、どういうことですか？マージャン同卓する派、しない派？あー、するで、ね、はい、打つ派ね。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。最高位戦日本プロマージャン協会の足立瑠璃香です。日本プロマージャン協会の松島桃です。はい、お二人とも恋人とマージャンするしない？同卓する派、しない派？それはもう私はする派です。え、一緒に、あ、ダメなの、予定を組むかってこと？タクを組むかってこと？一緒
緒に。もうする。する派。絶対する。するするする。よかった、いい子たちだった。最高生の鶴見です。鶴見さん、はい、恋人と麻雀するしない？する。どうたくさん。ありがとう。皆さんどうも、ハップ最高生の松田麻雀です。よろしくお願いします。麻雀ちゃん、恋人と麻雀するしない？えい、やりたいやりたい。す。したいしたい。できる人ならしたい。知らない人なら教えたい。ありがとう。はい。日本プロ麻雀協会上野あいみです。あいみ、恋人と麻雀するしない？どっちにしようかな。する。発展。ありがとうございます。はい、日本プロ麻雀協会の富本さとみです。ふもちゃん、はい、恋人と麻雀するしない？あ、しますね。うち夫婦どっちも麻雀するんで。おお、ありがとうございます。はい、日本プロ麻雀協会の中月ひろ子です。同じく日本プロ麻雀協会、水瀬夏美です。二人とも恋人と麻雀するしない？なにこれ。どうたくする派しない派？一緒に打ちたいか打ちたくないか。めちゃめちゃ打ちたいです。めちゃめちゃするね。めちゃめちゃやりたいです。しますね。ありがとうございました。水口美香です。はい、水口さん、はい、恋人と麻雀するしない？やだやだ。したい。あ、なんか水口さんがしたいって言うといいね。で、ここら辺にお願いします。トミです。杉村恵美です。大竹あつめです。お三人方、恋人と麻雀するしない？したい。お、したくない。トミちゃんは、すごい、変態、変態じゃない？相手による。相手による。変態が変態。でも相手によるは分かる。妖精2000とかいる人とやりたくないもん。マージャンは私の世界に入ってくるんだと。ありがとうございます。日本プロマージャン協会の水谷葵です。水谷ちゃん、はい、恋人とマージャンするしない？する。したいな。ありがとうございます。さあ、ということでこんな結果になりました。わー、する派が多いね。いや、みんないろんな意見言ってたね。これ真ん中？これすごいよね。いたね、真ん中の人。もうなんかもうしたりしなかったりってこともいるわけよ。なるほどね。そうそう、別にどっちでもみたいな。でもね、比較的やっぱ麻雀プロは一緒に麻雀するんだね、相手とね。したいんだ。さあ、ここではるちゃんにも聞いてみたいと思います。はるちゃん、はい、恋人と麻雀するしない？この辺。めっちゃしないやん。ここです。したくないってことだ。したくないでしょ。何故？だって麻雀って価値観が一緒になるって結構大変だと思うのよ。だって何してるとか、この場面でどうするっていう選択って人によって違うから、絶対喧嘩の元だもん。意見も合わないと。過去に何かあったな。深みがあったな、今の。絶対しない。そうなんだ、うん、じゃあ私の恋人と麻雀、はい、恋人っていうかもうね、旦那と子供がいます。じゃあもうまあいいや、新しく恋人ができた手でいく、うんうん、恋人と麻雀する。私はします。するの？うん、する。え、別になんかそこに大きな意味を出してないな。どっちでもいいもん。あ、なるほどね。じゃあここよりってことね、うん、この辺ってことね。いや、別にするならするで何の文句もなくタッカーこもよって感じ。うんうんうん。だけどそれで熱い討論が始まるのであれば、うん、もう論破します。もう諭すまで喋ります。私がこれはこうだかこうでしょ、うん、え、何言ってんのって入って。どうにかできる自信があるので。その、はるちゃんあれでしょ、言葉とかでも負けちゃうタイプだからよりしたくないんでしょ。そうかもしれない。そうそう、その差はあるかも、うん。さあ、というわけで今回のアンケートは、恋人と麻雀するしない、麻雀プロはやっぱり一緒にタコを囲みたい人が多いという結果になってました。そこにいるあなたはどちらの意見ですか？というわけで今回も動画ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。 Twitter と Instagram もフォローしてください。というわけで皆さん、またお会いしましょう。さようなら。バイバイ。バイバイ。